ウェルター級タイトルマッチ、王者宇野香織 VS 挑戦者佐藤ルミナ。大人気、二人とも大人気だよ。さあ今回が本当の勝負ということになりますね。はい、宇野選手いきなりロープに飛びましたね。一旦ロープに飛びました、はい。まあ、この辺どういう心境で戦うのかちょっと楽しみですね。チャンピオンとしてまさに宇野香織、一方チャレンジャーの佐藤ルミナ。ルミナ選手は今回も最初から行くって言ってましたから、ただここは様子を見ていくか、はい、どうやって仕掛けるかですよね。ロキック、はい、佐藤のロキック、あのルミナ選手の方が圧力をかけますね、明らかに。左構え、宇野香織もパンチで入っていく。この辺は緊張感が漂いますね。ロキック返していく、はい、今度は宇野のロキック、そこにパンチを合わせていきましたが、まあ、ルミナ選手がカウンター狙ってましたね。まあ、この最初の攻防というか、はい、この間合い地獄をどういうふうに制するかですよね。フェイントをお互いにかけていきます。はい、まあ、ルミナ選手の方からプレッシャーかけていくと思うんですが、ロキック強烈、強烈ですね。内股へのローキック、佐藤ルミナ、いいローキックですね。まあ、なんか絶好調って感じですね、ルミナ選手の方が。まだまだ自分の方が上にいる、そういう気持ちでいっぱい。行きましょう、デクランナー、バック取りました、バックを取った、勝ったままですがバックを取りました。あ、しかし、あの宇野選手も落ち着いてますよ。まあ、桜本選手がよくやるようなですね、ここからアームロック狙いとか、はい、落ち着いてますね。ロープ際、このコーナー際の攻防になります。はい、体を外側に出しました宇野香織。まあ、ルミナ選手が仕掛けましたね。ここからどうするかですね。パワーはルミナ選手もありますから、はい、今の中央に持ってきますね。中央に持っていくとするルミナ、はい、宇野選手はアームロックを使って宇野狙ってますよ。宇野の腕を取ろうとします。ちょっと見逃せませんね、一瞬も。足をかけた、はい、佐藤ルミナ腕を取ろうとしている。あ、飛びつきましたね。ついた、そしてスリーパーホールドですよ。スリーパーホールドですね。スリーパーホールド、その腕を取って外れましたね。外れましたね。そして一気に行きます。右フック、ダウン、なんと右フック一戦ダウンです。佐藤ルミナダウン、立ち上がりだ、カウンターが入りましたね。立ち上がりだ、あ、ちょっと効いてますね。あ、気持ちいい。チャンピオンのロックロール、ノックアウト勝利。輝きを増した太陽ルミナによって、好きであった宇野はさらに輝きを放った。だがもうそれすらも超えていた。そこにはもう王子様はいなかった。強さとたくましさを併せ持った格闘王宇野香織が誕生した瞬間である。リベンジならず佐藤ルミナ、またしてもベルトは宇野香織の腰にしっかりと巻かれています。ちょっと待って、すごい今の、超解き放たれた。僕の中では佐藤ルミナ選手が一番です。ですからこのベルトはすいませんけど返上させていただきたいと思います。ですからどうかすいません、どうもありがとうございました。ことの真相を確かめるために勝者宇野香織を直撃した。おめでとうございます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 。おめでとうございました。あの1回目で勝った時と2回目で勝った時と気持ちとか戦う前の気持ちとか勝った後っていうのはどう違います？まあ、前回同様なんかえらいことしちゃったなっていうのは正直でもやっぱ1回ならまだしも2回やっぱりルミナさんに勝って、はい、やっぱり証明できたと思うんですよ、みんなに、はい、宇野さんがすごい強いって、ね、ルミナさんよりもやっぱり強いっていうことを証明できたと思うんですよね。いや、それは分かんないと思う。かっこよかったってことですよね。やめてたらください。でもあの最後あのベルトなんか返してましたよね、はい、どうして返しちゃったんですか？もったいない。そうですね、まあ
やっぱ自分の中ではあのルミナ選手が一番っていうかその憧れでずっとやってたもんですから一番強い人に、はい、まあ一番強いと思ってますから、うん、でそれで2回勝って、はい、一つの自分の区切りをつけたって感じのそうですね、はい、それを試合前に考えてたんですか試合前からもそうですね自分だけ一人で一人で、うん、あ皆さん誰も知らなかったんですねきっと なんてことしてるんだって本当に独断で、はい、ですからなんかちょっとファンの方にはちょっと説明不足でちょっとあれしちゃったかもしれないですけど、うんうん、あじゃあ具体的に次とかなんかというのは考えてるんですかいや特に考えてないですね、うん、まあいろんなまだ強い相手いっぱいいますんで世界にも、うん、そういうところでその自分の実力を発揮できればいいなと兄さん、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 お疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、お兄さん。嬉しいです。もう、ね、評判最初の分危ないんじゃないかって言われてたんですけど、去年より数倍強くなってるの自分肌で感じてました。そうだね。絶対勝つと思ってました。なるほど。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。今年もやります SRS あなたが選ぶベストバウト大賞2000年の名勝負をご覧の5つのジャンルに分けて現在大募集中応募方法は SRS のホームページで受け付けていますなお応募者の中から抽選で SRS オリジナルグッズをプレゼント20世紀最後の名勝負はあなたが決める鉄人アンディ・フグの生き様を振り返る追悼ビデオ英雄伝説アンディ・フグ上巻が発売されましたこのビデオを SRS クリスマスプレゼントとしてポスターをつけて10名様にプレゼントご覧の宛先までここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました